皆さんこんにちは。ラブラボ Q 番組プロデューサーの佐伯啓太です。はい、今回はですね、皆様に重要なお知らせがございまして、この動画を回しております。というのはですね、ラブラボ Q 今まで半年以上やってきたんですけれども、この度番組本編の公開時間が変わります。というのはですね、ラブラボ Q 今まで朝7時に毎週更新を続けてきまして、それなりに回数がもう30本以上ですね、動画が溜まってきておりまして、朝7時子供たちが見やすい時間、親子で見やすい時間、少しでも、そういったラブラボ Q を届けたい皆様に一番最適な時間というふうに考えて朝7時に公開をしてきたんですけれども、なかなかやっぱりこう YouTubeで盛り上がってる時間とちょっとズレが、大きかったということに、なりまして、次回から毎週土曜日夜9時に公開ということにさせていただきました。実際に前回のこの前の動画で夜、その時は10時だったんですけれども、夜10時に初めて番組本編を公開したんですけれども、その動画の、再生回数の伸び方がですね、もう最近の動画の中でダントツに良かったんです。今まで朝7時に公開を継続して続けてきたわけですから、その朝7時の視聴習慣が、少しでも根付いているんじゃないかなと思って、夜10時に公開だから今回はなかなか厳しいかもしれないななんて思ってましたらですね、全然逆で、毎週更新を続けてきた朝7時よりも夜10時の方が圧倒的にぐーんと伸びていった感じだったんですね。ただ、それはその時間帯だけではなくて、もちろんその前回の気象予報士さん佐々木先生のお話がすごく面白かったですし、分かりやすかったですし、そういったその動画のパワーももちろんありきだと思うんですが、ただただ再生回数の伸び方、最初の公開直後の伸び方を見ていると、やはり時間帯も大事なのではないかということで、夜9時に公開をすることにいたしました。ただですね、ただですよ皆さん、朝7時にじゃあ見られなくなるのかというと、そうではございません。どういうことなのかと言いますと、朝7時から12時まで限定公開という形で動画を見られるようにいたします。この限定公開っていうのはですね、 YouTube に詳しい方だとご存知だと思うんですけれども、YouTube の動画の一覧表みたいなページがありますよね。その動画一覧の最新動画のところには、載らないんですけれども、そうではなくて YouTube チャンネルのホーム画面からこう見ていただいた時の、例えばラブラボ Q ですと月ごとの再生リストがあるんですね。そこの再生リストの動画の中には限定公開でもちゃんと出てくれるんですよね。でラブラボ Q は番組本編必ず再生リストを組んでますので、その中から探していただくと、朝7時から、昼の12時、要するに午前中ですよね、午前中いっぱいは今まで通りの時間帯で見れますよと。そしてその後に、夜9時のプレミア公開という形にこう切り替えをしましてですね、その後ご覧になられる方は夜9時に一斉に、皆さんでこうチャットなんかでね、こうコメントをし合いながら盛り上がって見ませんかというご提案でございます。つまり、朝7時から12時までは今まで通りの、朝午前中に見たいなっていう方のための時間、そして夜9時からは、夜の方がちょっと見やすいな、夜一緒に見れたら楽しいのになという方のための時間ということで、今回ちょっとなかなかそういう YouTube チャンネルは見ないんですけれども、ダブルの体制でしばらくやってみようかなと思っております。これがですね、いいのが朝の時間帯の、午前中の時間帯の視聴数と、夜9時からの、公開直後の視聴数っていうのがどっちも数字が出るんですね。なので、両方の数字とこうにらめっこをしながら、今後、お一人でも多くの方に、そして多くの子どもたちに、届けていけるような体制を考えてまいります。ラブラボ Q、もういろんな細かい試行錯誤とか今までもやってきたんですけれども、もう本当にコンセプトは変わりませんから、
子どもたちに勉強すること、学ぶことの楽しさを伝えたいと。そして、いろんな研究者さんとか専門家の方とか出てくださってる方々の、素敵なところとか魅力とか、研究者ってすごいんだぞとか、そういうことを少しでも知ってほしいとか、あるいは子どもたちが主体的に物事をこう考える、習慣をきっかけを作ってほしいとか、そういった思いの部分はもう全く変わることはありません。ですが、その思いをしっかり伝えるために、その思いを、お一人でも多くの方に届けるために、どうあるべきなのかという、その形の部分はですね、もう常識に縛られずに、あの手この手で試行錯誤していろんなことに挑戦をしていきたいと思っております。ですので、今後ともラブラボ Q、ご期待いただければと思います。これからもラブラボ Q ますます盛り上げてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまたね、バイバーイ。